さあ行きますか。残り敵は12人。ユーベンワイン、めちゃめちゃ近いところに。オッケー、カットしていく。ほいー、あー危ない。カットしていく。いいよ、自分以外は全員敵、ウォーゾンソロやっていきましょう。ということで、こんにちは、おはようございます、ハセシンです。コスチューム重なっとるということで、さあやっていこうぜ。どこ降りるか遠くに決めてないけども、緊張感すんげえモードだからさ、まず初動でちょっとね崩れたくはないからこそ、ここは初動で降りるのはやめない。攻めていくぜ、トレインステーション行きましょう。結構来ると思うんだよね、トレインステーション。ほらほらほら、すでに一人いるよこれ。そっち行ってか、ってことは俺こっち行こうか。さあガッツンと行こうぜ、スルリと行こうぜ。いい武器あるか。初手でMP7 とかを拾えたらすごく嬉しいんだけどもさ、サブ機取れるか。よいしょ、あるか。 MP7 来たか。今行こう行こう行こう。アーマープレート大事、入れていきましょう。撃ち合ってるね、屋上か。結構もう近くでガンガン戦闘してるんで、ここは行っちゃってもいいかなとは思ったけども、敵が降りてきたね。中入ったな、中入って、こんにちは。でまた近くにいるからどんどん備えていこうぜ。エアル上に見るな、戦車じゃなくてトラックも通ってる。で、あ、待てよ、頭出していたな、そこの上。よし、攻めていこうか。降りたんじゃない、今パラシュート若干チラッと見えたような気がするが、行きましょう。メリハリつけていこうぜ。 UAV 勝ちようか。 UAV オンワイン、いるね、倒しに行きまーす。どんどん倒しに行きます。屋上かもな、でも、屋上ではなさそうだな。こんにちは、 OK。 UAV のツームが出ましたね。ゴーストが近くにおる可能性がある。とりあえず大丈夫か。向こうにまたいたね、反応があったね。すぐ近くにいる可能性があるから、また警戒しながら行こう。おるんかーい。AR に打ち負けた、くそ。勝つしかねえ、勝つしかねえ。725、さあさあ行くぜ、出所だ。まさかのリスタート位置がこの激アツポジションの屋上からのスタートということで、盛り上がっていこうぜ。あえてまだ残ってんじゃないか、ちょっとぐらい。もう少し上から行くべきだったか。あるね、あるね、いい武器あるじゃないか。さあ、アーマー、ロードアウトドロップが来たね。これは攻めていくか、ロードアウトドロップの元へ。でね、今回一応ね、ストライカーのカスタムクラスを作ってきているので、ちょっとストライカーのカスタムクラスでバチバチいくっていうのも全然ありなんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと PP 軸いっとこうか。敵の反応確認、敵さんっすよね。 C4 プレゼント、いけー、なぬ、中入ってか。さあストライカーで行こうぜ。ちょっとここは冷静に行かしてもらう。上にいることは間違いないよな、逃げてるな。こっちサイドにいるだろう。屋上か降りたか分かんねえが、セーフゾーンが言うてきてるので、今からもう来るので、逃げたな。なるほど、とりあえずロードアウトドロップは獲得できたんで行きましょうか。スーッといくぜ。この辺に敵は残ってないと思うので、いたらいたで倒すしかねえが、ちょっと警戒しよう。クリア、大丈夫だ。さあとりあえず UAV 買っといて行きましょう。ブーンと確認、ワンダウン、クリアアップ、
最高。おっと敵が見てるな。どっからだ、上か屋上か、見てんな。とりあえず当てたんで、でここ多分いるよな。 UAV 使っちゃおう。奥だけか、なるほどね。見てんね、こっち。これ怖すぎる。中入るぞ。すぐめっちゃ近くにいるってわけじゃないので、とりあえず反応がある向こう行きましょうか。あ、近い近い近い。二人いるぞ。倒しちゃおうぜ。買い物してはるね、きっとね。アセシンが今行くぜ。待っててよ。倒しちゃうぞ。ここで買い物してたんちゃう、さっき。で、どこに行った？奥おったな。チラッと見えたな。待って待って、タイミング。さあアーマー剥いでカットしていく。ちょっと危なかったね。さてとアーマーを入れましょう。ストライカーいいね。さすが SMG 最高威力。警戒しよう。言うて2人いたからな、反応2人あったんで、もしかしたら近くにいる可能性がある。早めに行こう。さてちょっと買い物しちゃおうかな。きっといなさそうなんで、 UAV だけ買わさせていただきましょう。次が向こうなのか。了解。さあネクストへ走っていきましょう。反応あり。おっとだいぶ焦ったぜ。回ったのか。あ、でもなんか入ったかなと思ったけど危なかったっすね。UAV 出して UAV を獲得していきましょう。さあこっからだ。近くに敵いる。ゴーストの敵もいるかもしれないから注意。ここにいること間違いない。どこだ、めっちゃ近いぞ。いた、危ねえ、隠れたな。警戒。さて結構いいとこまで来てるぜ。これセミオットスナイパーレフル M4 ありがたい。よし、このドキドキ感たまんねえ。動いてるぞトラックが。この辺おらんよな。おらんぞ。心拍センサーいいね。ソロでの心拍センサーの安心感すげえわ。もしかしたらゴーストがいるかもしれないっていう恐怖感は変わらないけどな。大胆に動いていくぜ。奥で撃っちゃってる。反応あり。ここら辺もワンチャンいそうではあるけどね。どうだ、反応あり。横立てかな。待てよ、屋上いる。リン、オッケー、カットしていく。気をつけろ。多分そこの建物まだおるから、ここ慎重に行こう。 UAV はある、渡ってるね。一瞬前通りたい感じあるよな。どうすっかと、あと20秒あるから言うてもう少しここで耐えようか。さあ行きますか。残り敵は12。 UAV on line、 めちゃめちゃ近いぞ。おい、オッケー、カットしていく。ほえー、あぶない。カットしていく。いいよ、わだろう。 UAV は燃料切れだ、補給のために起動する。なるほどなるほど、クレリング OK。 オッケー、セーフゾーンの中に入りました。オープンザサプライボックス。向こうか。ここ超集中どころだぞ。こっち方面いたと思うから警戒しながら行きたい。ギリギリで引っ張っていきたい。
もう流れたか。流れてるっぽいっすね。いない。気をつけろ。ゴーストが多いか。ほとんどゴーストの可能性があるな。さあどうだ。2人映ってる。敵あと5人なんで2人確認できてる。あと4人。ファイナルサークル。危ない。ギリギリ。よし、あと3人。勝つぞみんな。行くぜ。あと2人。行くんだったらこっちからだな。ストライカーで決めようぜ。最高威力ストライカー。最高威力の SMG。 建物なんか取られてんのやばくねえか。おい、どうなるどうなるこの戦い。敵あと2人だからな。ラストワン。どのタイミングで出てくる。どうなるどうなるこれ。屋上か。オッケー、カット。どうなるどうなる。オッケー、来ました皆さん。ソロ、ウォーゾーンのソロでしっかりと任務完了していく。いや最後危なギリギリでしたが、いかがでしたでしょうか。果て死の初かな。実況動画ではね、初めてのバトロワのね、しっかりとウォーゾーンソロ任務完了ということで一人で登っていく。いやーめっちゃ緊張しましたけどね、無事任務完了することができてよかったです。ありがとうございます。ナイス任務完了と思っていただけたらチャンネル登録と高評価とツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ヤッホー。11800スコア、14キルダメージ数3933ダメージということで、マッチ合計 XP は42167 XP。 やっぱストライカー4個良かったですね。さすが最高威力の SMG だけありますわ。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。